ラジル代表 FW ネイマールの母のロマンスは、あっという間に終わりを迎えたのかもしれない。ブラジル、ランス、やイギリス、ザサン、などが伝えた。一方で、これを否定する報道も出ている。パリ・サンジェルマンに所属するネイマールの母ナディーンさんはおよそ2週間前、自身の SNS で恋人を紹介した。チアゴ・ラモスさんという e スポーツプレイヤーで、現在22歳。息子のネイマールよりも年下であることも大きな話題となった。しかし、ナディーンさんが公表した後で、チアゴさんと関係を持ったとする男女が多数浮上、ランスはネイマールのシェフも含まれているとした。これにナディーンさんが怒り、チアゴさんを家から追い出したとのことだ。一方でブラジル、エキストラは、大半の予想に反して、ネイマールの母のロマンスは終わっていない、と報道。チアゴさんは現在、レシフェのホテルに滞在しているが、来週にはサンパウロの家に戻る予定だという。同メディアによると、チアゴさんの過去が明らかになった後も2人の愛に変わりはなく、この混乱を乗り越える準備があるとのこと。2人の交際は今後も続くはずだと主張した。